皆さんこんにちは、あちおチャンネルのあちおです。今日はちょっとアレと一緒にイーペンランドっていうイタリアの大きいショッピングセンターじゃないね、スーパーかに行くのでその時のその様子をちょっと動画に撮って皆さんに紹介しようと思っています。イーペンランド、今日まあちょっといろいろね、車もあるしね、いつも重いから買えないものをちょっと買おうかなと思います。最近桃が多いね、季節が変わったので夏のフルーツが増えてきた。イタリアの一番、いやこれはシチリアのミニトマトだ、ね、うん、デーツ型のトマトです。これも面白いね、このそう見てください、こんなトマトの種類が数えきれないほど多いよ。これすごい大きいよ。これはサラダ用です、ね、あの牛のハートという。牛のハート、うん、イタリアでは基本的に量り売りです。次は肉を見に行きたい。肉あ、今ちょっとお肉コーナーを物色しています。かなりちょっと安いので、あのまとめて買おうかなと思います。タンを発見しました。おお、いくら？14ユーロ。何キロ？ 1.63 か、うん、安い方だよね。安い方だよね。これ安くない？安そうね。1キロ入って 5.85 ユーロだよ、ね、すごい安い。安い、肉の花マサみたい。安くない？うわー、スープに超いいし、尻尾、うん、牛の、うわ、リアルね、骨が見える。例えばパスタだからね。そう、次はパスタですね。いっぱいあるね。いっぱいあるけど、そんなに多くないかな、他のスーパーと比べて。すごいじゃん、これ。これは有機パスタだから。コラッサン、なんか茶色っぽくすれば。コラッサン、うん、健康的に見えるじゃん。イタリアに K ないのに。コラッサン、コラッサンは違う。これはエジプトの穀物だね。へえ。特に美味しくない。お、見てこれ、これはほうれん草パスタかな。美味しそう。あ、グリーンピースパスタとレンズ豆パスタとね。すごい真っ黒になるよ。これはイカスミパスタだね。イカスミな、イカスミか。よくある、これ食べてるよね。これはパンカラサウ、あのサルディニアのパリパリするパンだね。結構美味しい。あのハムとうまいけど。あ、サンドして食べる感じ。そう。いや、さ、うん、まあそうね。でも本当に薄いよ。紙みたいに薄い。じゃあどうやって食べるの？え、ハムをサンで食べる。じゃあサンドするってことでしょ？そうだけど、でも分厚くない。何だけどって。これ誰か買ってるの？そう、他人の買い物見るのが好き。すごくない？これなんだ？すごい。パスタと飲み物だらけだね、この人。あ、コーヒー買わないと。そう、これも全部コーヒー。デカフないね、デカフェインね。ある？これ違うよね。あんまり買ってなかったからわかんないね。ちょっと待って。あった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 、これこれこれ。お、この前買った。よく気づいた。結構売れてる。あ、これもデカフェインだよ。ほんと？デカフェイナーと書いてる。これもそう。でもこっちの方がパッケージ可愛くない？そうだけど 1.99、まあね、これ 3.30 だよ。朝ごはん、オーツ、オートミール、どれだろう。これがじゃない、これアベーナ、そう、フィオッキーだベーナ、うん、2.2 ってさ、今買ってるのと大して変わらないよ。うん、まあ、カメラ近いし、いつも買ってるとこと別に大して値段変わらない。変わらない。でも種類が多いよ。ここは同じオーツミールだよ。で、量が、量がオートミールか。量もちゃんと750でしょ。今買ってるのも1キロ、うん、値段は1.5。ああ、はい。ここはお菓子じゃないんだけど、ジャムだね。
あれこのジャムが美味しい。あのビデオに出てたのこの辺でこのジャムじゃなかったっけ？違ったっけ？モーニングルーティーンで一軸だった気がする。出してたよね。あ、レモンか。そうブランドが違うけどレモンとイチジクのジャムが一番好き。これはイチジクね。美味しい。うん、超うまいよ。初めて見たんだけどこれは花粉だね。花粉？ポリね。うん、花粉の粒。へえ、どうやって使うんだろうね。わかんないね。多分お湯で溶かすんじゃない。じゃあさ、食材の中に入れてもいいってこと？まあそうね。くしゃみが出そう。イチジク冷凍品も買えるよ。ポテト。でも見てすごい、これマックでしょこれ。いや、マクドナルドじゃなくて。マッケイン。あ、マッケイン。知ってる？知らない。有名なあのポテトのブランドだね。すごい、グリーンピース嫌いな人多いかもしれないけど、イタリア人結構食べるよね、グリーンピース。俺も大好き。これは一番、なんだろう、新緑のグリーンピース。新緑のグリーンピース、うん、なんか春のグリーンピース、ね、名前。そう、あとは漬物もね、いっぱいあるよ。重っ。大好きなカルチョフィジャの漬物、すごいよこれ。3キロだよ。いい。すごい。やばくないこれも。これもオリーブ5ユーロだよ、600円ぐらい。何キロだねこれ。何キロ？中身が4254250ね。多分中身が2.5ぐらいね。すごい、こんな大きいよ。顔と合わせてみよう。じゃん。顔大きいね。あとはアイスクリーム。見てあれ、このジェラート、これ見て。ね、メレンゲだね。ね、超うまい。超うまそう。サーモンタン、いいね。これ買って帰る？もうずっと続くよ。ね、これ絶対おいしいよ。買う？いいよ。そうか。1.5 キロ。OK。ね、1日ぐらい足りるね。これ何コーナー？何でもないね。日常用品。うん、なんか欲しいのあったっけ？ゴミ袋だね。あ、オッケー。長いのがいいよね。種類が多すぎてわからないね。こんなに種類ある。なんだこれ、これは何なの？ゴミ袋物色してるんですが、種類が多すぎてイタリア人でも困窮してます。困惑してます。これにしよう。え、本当にさ、種類こんなにあって結局みんなさ、これ使い分けられてるの？だってさ、生ゴミ用とかプラスチック用とかいろいろあるじゃん。いや、問題は生ゴミだけ、あの水で溶けるやつがいいけど。それ溶けそうなの？もう書いてるけど、ただサイズがわかんないね。サイズ書いてるけど、うちのバスケットは何センチか覚えてる、うん、まあいいじゃん。台は小を兼ねると言いますか、ね、じゃあ台の方買おう、うん、出来合いコーナーもあります。すごい美味しそう。無事に買い物終わりました。こっちからいいですね。はい、オートマティックレジで支払ってます。はい、無事に買い物終わりました。すごい、チキンが安かったのがもう個人的にすごい嬉しかったけどね。日本と比べて嬉しかった。うん、すごい安い。ドンキホーテで買うチキンよりは安くないけど、まあまあまあいい感じかな。はい、これからちょっと家に帰るんですが、アレさんいつもこの車運転するときすごい重大なことをする。このなんでサイドブレーキいつも上げたまま運転するから、いつも車がピコンピコンピコンってなってて、で私に向かって、そうで私に向かってシートベルトつけてって言うけど、お前のサイドベルト、サイドベルト、サイドベルト、サイドブレーキか。もうやばいじゃん、サイドブレーキ下ろせっていうことなんですよね。が買ってきたもののすべてです。
少ないね。結構ね。意外と。何ユーロだっけ？あれのやつが？50。で、私のが36とかだったんで、まあ、あれのがだいたい5500円くらいで、私のが4000円な感じです。ね、結構安く買いました。ミニトマト食べます。うん。あとでこれ全部きれいに消毒して冷蔵庫入れます。いきなりエンディングと思われた方、すいません。エンディングの動画を撮り忘れておりました。なのでこれから後付けしてエンディングをします。この写真は先日アレに盗撮されたもので、最近暖かくなってソファーで寝落ちすることが増えました。皆さんも暖かくなったとはゆえ、体を冷やさないようにお過ごしください。ということで最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。では、チャオ。